お久しぶりだね。 話せばいろいろとありまして、ここ最近私生活の方がいろいろ忙しくって、ALOにもあんまりダイブできなかったんだ。そうしたら七色からゲームにログインしろって催促のメールがいっぱい来ちゃって。 だからなるべくログインしようって思った矢先、今度は七色が忙しくなっちゃったでしょ。結局私たちが会える機会がめっきり減っちゃったんだよね。それでしばらくしたある日、七色がこのゲームのベータテスターコードを送ってきたの。 どうしても私にオリジンを遊んでほしいって。うん、私もそう思う。というわけで、可愛い妹のお願いがあって晴れてログインを果たしたのです。 それは連絡もなしにログインしたから、なんて挨拶すればいいか迷って。やだな、こんなことで嘘つかないよ。他にどんな理由があると思うの？<笑>それもちょっとだけあるかな。 まずはびっくりしたかな。 SAO にそっくりだから。もちろんデータを移植しているって話は知っていたけど、実際に目の当たりにすると焦るよね。でも遊んでるプレイヤーさんたちの顔を見てたら、ここはデスゲームじゃないって安心できたかな。 むしろみんなに追いつけるかの方が心配かも。やだな、ハードル上げないでよ。まだログインして1時間も経たない初心者なんだから。 でも、頑張って追いつかないとね。ようやくログインできたわけだし。うん、
ここのところ知名度も上がってきたんだ。ライブ回数も結構増えたし、サインをもらうなら今のうちですぞ。心配ご無用。アイドルと行く VR 散策ツアーっていう企画を組めば一緒に遊べるよ。思いつきだけど悪くないでしょ。実現できるように私も頑張らないと。けどそれよりも今はオリジンの満喫満喫。せっかくナナイロが招待してくれたわけだし。こっちこそよろしくね。